ワールドカップの日本代表になる可能性のある選手によるこのキャンプ、今月3日から始まって2クール目を迎えます。パナソニックの山沢拓也選手やサントリーの梶村祐介選手なども参加して、フィットネスとスキルが中心のトレーニング、ジェイミー・ジョセフヘッドコーチがシックスネーションズ視察中のため、堀川アシスタントコーチと長谷川スクラムコーチらの下で進められています。ちょっとジャッカル入るイメージ、そこで無理に粘らなくていいから、いらなくて守る、その代わり低くなったけど、OK、行きましょう、大丈夫ね。タックルもちろんそうでしょうけど、このブレイクダウンも低さなんですね。そうですね、ジャパンの生命線としてはこの速い展開ですからね、はい、こうブレイクダウンでしっかりいいボールが出ないとテンポよく攻めることはできないので、うん、大事ですよね。まあ、このキャンプに関しては国内シーズン終わってから1回みんなオフを取ってますので、はい、しっかり体を作って基礎練習をしているというところですね。なるほど。まあ、サウルブズには3月下旬ぐらいから合流して出ていくんじゃないかなと思うんですけどね。そしてこの日の締めは山本幸輝選手でした。決めるでござる。はい、で練習終わったはずなんですけど、スクラム組み始めたんですね。そうなんですね。ジェイミー・ジョセフヘッドコーチからはセットプレーはまだやらないと言われてるみたいなんですけど、こう気になってやってしまうというね。このフロントの選手たちはスクラムがもうね、ジャパンのスクラムというのは気になってしょうがないんですね。うん、画面北出選手ですね。